はい、どうも皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やってくれです。はい、やってまいりました。今回はですね、BE:FIRSTから竜兵ちゃんのメインストリームダンス解説をということで見ていきたいと思います。集落ボタンがファイということで、いや、今回の竜兵ちゃんもすごいですよね。ということで、まあ、ありとあらゆる質感を極上に使いこなすと、そしてやっぱりこう、動きの一つ一つに花があるというところでございます。楽しみでございます。行ってみたいと思います。ちょっと速度を落としながらお話をしていきたいなというふうに思ってます。よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。レッツラゴーズ。まずこの頭の傾け方、ちょっと首筋見ていただくとバキッと筋肉が浮き出ているかと思います。このあたり前回のソータクのところの解説でもしましたけれども、ただ振ってこう体を倒しているのではなく、倒しに行くという動作を思いっきり筋肉を使ってグッていう風にコントロールをしていくというところで、スピードをコントロールしようとする、重力にのっとって、最適な力の加減で動かす、その体の動かし方とは違って、あえて遅く重たくゆっくり、そして少し重たく見せるときにはやっぱり力が必要になってくるっていうところの、その力の込め感というものをこの首、そしてお腹、胸、そしてここですね、足でしっかり地面を噛むというところによって生まれてくるこの質感でございますね。この下がり方とかもです。でちょっとなんですけれども、下にグッて下がるときに肘がグッとちょっとだけなんですけど外にハッて開いたと思います。この肘の開きと膝の開きっていうところに、ちょっとだけなんですけども、一瞬力をフッっていう風に下に込めていく時の、その下に開くニュアンスが出ているんじゃないかなという風に見ているところでございます。争っ気はないの争っていう部分の、そのソータ君の争っていう声のちょっとしたゆるなところでの、またグググググっていう風にこう揺れてったところありますよね。この揺れ感とかも、首元からお腹にかけて、そしてお腹から足元にかけての、2つのこの動作っていうのを一緒にこうグっていう風に下に下げていくと。でこの時にちょっと腰が前傾姿勢になる感じになりますよね。お腹周り、腹筋周りにとりわけ力を入れていくっていうところになるのではないかなという風に思います。でこの前前のあたりとかは、左足で支えながら右足の蹴り感と、この右手の振り感っていうところでしっかりこうコントロールしていくところ、これも結構難しい、その体の使い方になるんですけれども、一個一個のその前前のこの前前の往復している幅感、で帰るの行きと帰りの幅感が全く一緒なんですよね。ここ他の方たちもそうなんですけれども、このパートがかっこよく見えるためには、ぜんぜんがぜんぜんじゃなくてぜんぜん、同じ幅で動いていけてるかどうかっていうところがポイントになってきますね。でこの東京からっていうところの直下の部分の、これ全部実はつながりがありまして、一個一個これ止めずに上がってきてる感じ、わかりますかね。東京か、もうちょい前かな。全然ここからもう戻ってくる時に足元を踏みながら次のところに移動していき、ふわっていう風に上がってきたタイミングで跳ね返るように首が右から左に振られているっていうところです。ちょっと右行ってから左に行って下げて下げて下げてっていう風になって、でここつま先立ちになってから、一旦かかと側で踏んでもう一回つま先側に戻してくるっていうところなので、つま先側から後ろに一回回ってっていうところの足の裏の側面をですね、一周回してるっていうのを実はここでやっているんですね。そのロールの見せ方と目線見ていただくと、今これ左側に意識をずっとこれ集中させてる状態というか固定させてる状態なので、空間固定の概念がすごくこう決まってるんですよね。なのでこの上がってきてから、上がってくるところも足元踏みながら上がってきて、反動を使って一回右側から左側に振ってから、右側にグッで上半身グッ、そして膝元グッて入ります。で入った膝元からまた足の裏を今度使っていって、もっと下のところでぐるっと回していってからの2020に入っていくっていうところなので、この一連の流れを見ていただくと、ずーっとその流れが
続いてるっていうところになります。で、その流れの続きっていうのは、もちろん頭の浮遊感みたいなところもそうですし、足の裏の側面のこの360度っていうんですかね、足の縁を使ったロールっていうところにもしっかりつながってきているっていうところになります。その時の、顔の固定感があるので、その空間の固定によって、その首から下っていうものが、また不思議により一層見えてくるところかなっていうふうに思います。で、顔をギリギリまで残して、この左側ですね、肘の左側で上半身を思いっきり切り返してからの2020に入っていくっていうところなので、ここ結構多分お一人お一人しっかり語りたい部分になるなっていうふうに思うんですけども、すごい細かいところで体のニュアンス、ストップの質感、固めていくところ、抜くところ、抜いたところから体を上から下までつなげていくところ、下っていうのはもう足の裏の側面まで全部使っていくよねっていうところ、空間固定しながら見続けていってから、なるべくギリギリまで待ってから左の肘を持ってきてグッっていう風に入ってトゥイントゥイントゥインに入っていくっていうところなので、すごいです。このあたり本当に超超厳密にボディコントロールをしているっていうところになるので、これ本当に何度も言ってますけども、やっぱりスキルがないとできないことなんですね。かなりハイレベルなオープニングになってるかと思います。このあたりのノリ感がかっこいいんですけれども、このステップ感に対して龍平ちゃんのこの頭の傾け感ですね、この頭の乗り感っていうのと足元のステップ感が一緒についてきてるので、またここの全身の乗り感っていうものが大きく、あとはこの涼樹くんの声のフィーリングといいますか、このバイブス上がり感みたいなものの乗り感がこうセットで見えてくるっていうところになりますよね。ここ首の入り方が結構ポイントかなというふうに思って見ています。全然の後のこのパンっていうところのこの手の揺れ感とかも素晴らしいですよね。次のここの龍平ちゃんのこの反り方、この反り方結構でっかいんですよ。この前の蒼太くんのところでも言いましたけども、大きく振りかぶって上半身とその下半身を引っ張り合いながらこういう風に回っていくっていうところ、この体の使い方は素晴らしいですね。ちょっと後ろにのけぞりながら手を前に出していくっていう、この引っ張り合いに対して足もちゃんと外に出ているっていうところのこの引っ張り感ですね。ダイナミックに深い乗り感、そして回し感を見せていくっていうところになってると思います。ここのね、このそこまでこの刺したところとこの表情でこう乗ってくるところがとにかくかっこいいんでございます。で、このズンズンズン、声がちょっとズンズンズンっていう風にズンズンズンじゃなくてズンズンズンじゃないですか。その滑り感みたいなものが足元に出ているのかなというふうに思ったので、強く強くこう踏みしめるというよりかは、実は意外とその上半身の結構この重たさに対して下半身は滑らかに前に出てくるところと、あとは声の爽やかさみたいなところが相まってるんじゃないかなというふうに思って、このあたりのその前に出てくる質感のうまさというか絶妙なそのセンス、ここの強さ、表情の強さからのへーズンズンズンで、最後左足がちょっと上がってますもんね。だからこのぐらいのちょっと軽やかさで前に出てくるっていうところがもうなんかスタートからしてやばいなというふうに思いまして、でこの後争う気もないのさ全然、このなんでしょうね、全ての質感がちょっとシャープでクリアというか、争うの部分もちょっとこう深めに取るんですけれども、腕がグッっていうかふわっていう感じですね。さあさあピタッっていう感じじゃないですか。その感じ、ブワーっていうよりはさーっていう、あんまりその風というか空気に対して触れる面積がそんなに多くないというか、勢いというか、そのあたりの絶妙なこの火を消さないように手を動かしていく雰囲気というか、気もないのさの部分のこの瞬発的にクイックに軸を一個ふって右側にずらすところからの全然がすごい小さいんですよね。この前のソータ君のところもそうでしたけども、その全然っていう、その全然っていう、全然っていう、その、あ、いや、本当に全然ですっていう表現力というか、ちょっとこのあたりは、全然を本当にやりに行った時にどうなるのかっていう、ダンスだけじゃなくて、ちょっとこう、喋ってる感じというか、話してる感じというか、コミュニケーション取ってるような雰囲気の全然。
っていう表現力ですよね。このあたりのニュアンスもね、結構やっぱりかっこいいんですよね。かなりいろんな種類のこう手の出し方とか全然のやり方あると思うんですけども、この龍平ちゃんのパートのその全然が本当に全然すぎてすごいんですよね。で、その全然東京からっていうところのその全然の余韻みたいなところから、この表情を変えずに手元だけグッてこう縮めていきながら東京からっていう風に入っていくところで、うまくそのタイミングで顔を下に下げていくことによって目元を隠しに行くっていう、全然のその表情とかニュアンスをここで吸って消しに行くところですね。うまーっていう、ダンスのスキルもさることながら、そのお顔の使い方、手元のニュアンスの見せ方、どこら辺まで続けていって、どこら辺からスッとこう消していくのかみたいなところの、このセンスというか見せ方はもうプロ中のプロだなって思いましたね。これはすごい。このあたりのノリ感もね、皆さんこの帽子をちょっと目深に被るところがまたね、目元がうまく見えてこないなーみたいなところがまたかっこいいですよね。うわー、後ろ側にいらっしゃいますけれども、ノリ感のかっこよさ伝わってきますよね。同じ帽子買おうかなって今ちょっと思ってるんですよね、 LA をね。ベースの部分で前に大きく出てきて、このね、やっぱりセンターに来た時の龍平ちゃんの勢いのつき方っていうところですよね。結構一点を見据えた状態で出てくるところ、ちょっと目を落としながら大きく大きく、しかもここも多分出てきながらですかね、 1,2 歩ぐらい出ながらの手を上げていくっていうところで、しっかり行く末と言いますかね、未来を見据えていき、下もしっかり見ていきながらアクセントを取っていき、あああああああのこの肩の入り具合とかですね、ここですよね。思いっきりこの顎と肩を近づけに行くところのこのアイソレーション、肩周りの関節をダイナミックに大きく使っていくところのこのノリ感っていうところですかね。で、肩とやっぱり肘ですかね、角張ってる体の部位をしっかりとこう使っていくっていうところの、角で当てながら踊って見せていくっていうところのニュアンスっていうのが、やっぱりめちゃめちゃここも上手いのかなっていうふうに思いますよね。あっていうところの、あの当たり方とこの角張り感、音の角張り感みたいなものがしっかり伝わってくるところと、あの部分のこのちょっとあっていう肩の上がり感がまたこれ絶妙ですね。ちょっと瞬発的にっていう上げる瞬間だけパンって上げに行くところですよね。いや、ここもね、この目元がキャップから見えてくるところですね、大きく乗っていくところの、この感じですね。で、やっぱりダイナミック、本当に大きいので、すごくここのインパクトっていうのも伝わってきますよね。ちょっとズンズンズンするときにふっ、ういっていうノリ感が出てくるじゃないですか。そのちょっとオラオラ感がね、好きでございます。このふうってなる感じですよね。ちょっとマッチョなイメージというか、入り方やばいですね、ここね。いやー、この肘の近づけ方からのここですね。ドギュメドギュメ、このなんか自分の体にこの沿わせていく絞り感みたいなものと、その表情のつけ方がめちゃめちゃ渋いんですよね、この龍平ちゃんね。この感じですね。渋いわ、かっこいいわ、質感やばいですね。大きく肘を開くところもそうなんです。ちょっと肘を体に近づけて乗っていくところみたいな、体を絞って踊っていく音を近くで感じていくところの龍平ちゃんの表現力のやっぱり高さっていうんですかね、音を感じに行く時の龍平ちゃんのやっぱり感じ方はもうちょっとやっぱりズバ抜けてますもんね。
はい、前習い大好きポイントでございますね。ここね、一番前、先頭は竜兵ちゃんということですね。これもすごいわね、本当にね。この前習いの後のスパンの部分の一個、この手を払ったところからの腰ちょっと前に出ていくところですね。この回していきながら方向を切っていってから、それがのところのこの肘を近づけに行くところのこの表情と引き付け感、先ほども言ったところですね、からの普通だそうそうねからの、うん、この当て感と言いますかね、伸ばし感っていうところと、ちょっとこの膝が内側に入っていきながら腕をこう伸ばしていくところ、このあたりの皆さんのこの乗り感に関してはちょっと気になるんですよ。どういう風にこのポージング決めていったのかなっていうところが、うん、どういうコミュニケーションで、じゃあみんな誰はこのポーズ、誰はこのポーズが一番かっこいいかみたいな、全員のポージングがここかっこいいじゃないですか。ただちょっと特殊なポージングでもあるので、そこのかっこいいの線引きをちゃんとした上でこのシルエット取ろうをどういう風に決めていったのかなっていうのはすごい気になるところですね。ここの竜兵ちゃんがやばいですね。ダダ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 ンダダラダラララン ダダラっていうところの歩き方と、その体重の乗せ方、回し方、ちゃんとここそのソータくんの声のダダダラダダラエイダダラダラダエイっていう声のニュアンスの通りにちゃんとこう反転していってるというか、なので決して軽くないですし、動きとしてもちょっと重たさと時空の中、なんでしょうね、こう別の空間を少し通りに行くようなニュアンスになってるっていう、さーって言ってるよりか、ダダ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 ダグッっていう重たさが乗ってますもんね。この揺らし感、ここちょっと頭グッて上げながら体をひねっていくところ、このあたりもナイスですね。手の揺らし感ですね。うわ、でっかい、この乗り方というか、この胸ののけぞり方、ここですね、でっかいですよね。これしっかり左足伸ばした状態で右足側に体重をかけていくと、ただもう一個深く入るところで左足のかかとを内側に入れていき、膝を曲げていくというところですね。体の使い方が素晴らしい。で、いやー、いい表情して、いい、すごい深いところを取りますもんね。ズン、ズン、いやー、毎回こう、竜兵ちゃんがセンターに来るっていうところの期待感をね、結構、初めて見た時に、あ、2回竜兵ちゃんなんだっていうところのちょっと驚きはあったので、まあ今もう慣れてるからあれですけれども、結構、まあそういう意味では、今回のメインストリームっていうところの、お一人お一人のその見せ方、パート的な見せ方みたいなものも、かなりこれはもうこだわってらっしゃるんだろうなっていうふうに感じますよね。サビのこの部分の盛り上がるところは、もう竜兵ちゃんをセンターに、BE:FIRSTっていう色味を出していこうっていうところなのかなっていうふうに思いますね。ちょっと帽子が浮いちゃうところも可愛いですね。ここからのこのちょっとパーン当ててきましたけどみたいな感じがね、またね、いいですね。強いというか、トゥエントゥエントゥエン、結構こうオラオラしてくると表情の雰囲気みたいなものがダイナミックになってくるじゃないですか。このあたりのコントラストもいいですね。渋く撮っていくところと表情がこう全体的に勢いを増してくるところという、もうこのちょっとだから遠く見てる感じですよね。なんか自分の意思ではなく、もうそのみんなで何かに引っ張られてます感がすごいお顔からも出てきてますよね。さり際やばーということで、あ、このちょっとパッてやった後のこのニュアンスですよね。ちょっとまだ意識こっち持ってって行っちゃうところっていうのがすごいですね。ということで、いかがでしたでしょうか。ということで、まあ、今回はかなり、まあ、センター、とりわけサビの盛り上がる部分で、竜兵ちゃんが前に出てくるっていうところのキーポイントになっているなというところも感じましたし、一つ一つのやっぱりそのダイナミックな動きと、あとは体にその腕をとりわけこう近くに寄せて、音を近場でこう感じていく時のその乗り感の渋さっていうところ、あとはそこにつく表情だったりとか、一個一個のやっぱりその
体のボディコントロールっていうんですかね、各パーツを動かしていくところのその感覚値、センスみたいなものが本当にズバ抜けてらっしゃるなっていうふうに思うところもあります。すごく難しい繊細なダンスだと思うんですけれども、繊細かつパワフルですかねなダンスだとは思うんですけれども、そこに対して的確なアプローチと、そこに龍平ちゃんならではの解釈だったりとか聞き方、色味みたいなものが入ってくることによって、メインストリームのまさにそれがこうど真ん中っていうところのセンターポジションで踊っていく龍平ちゃんなのかなっていうふうに思ったところもあります。センターで踊っていくっていうことは、やっぱりその人の質感だったりとかニュアンス、世界観っていうものが、グループ全体を象徴するみたいなふうに、見えてくるケースも多いので、そういう意味で言うと、なんかこう龍平ちゃんの持つ世界観だったりとか感じ方っていうところと、 BE:FIRST さん全体の意識みたいなものが、密接にここは関わってくるものでもあるんだなっていう風に感じるところですね。龍平ちゃんの表現でもあり、龍平ちゃんの表情でもあるんですが、そこと必ずこう BE:FIRST の他のメンバーの皆さんとの意識のシンクロだったりとか、バイブスの揃いっていうところが、絶対にここは共通してくるポイントだと思いますので、みんながそこでこうつながってるんだなっていう風に見ていくと、またかなりこう分厚く、より龍平ちゃんの表情っていうところに、思いだったりとか、あとはメッセージ性みたいなものが深く深く見えてくるのではないかなという風に感じたところでございます。ということで、いかがでしたでしょうか。皆様の感想もよろしければ、ぜひぜひ下のこのコメント欄からいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。